はい、では行きましょう。最終編キャラ選択です。まあめちゃくちゃ悩みましたが、強さとかそういうことはまあ今回は気にせず、結構まあ鉄道とか強いんですけど、キクでいきたいと思います。キクちゃんでいきたいと思います。キク丸、やっぱ最初に使った思い入れがやっぱ一番あるから、こいつでいく。ん？この場面からなんや。龍馬、夜が明けるか。この日の元もいつかは素晴らしい夜明けを迎えられると、わしは信じちゅうぜよ。やっぱ日本勢で行きましょう。こっからどうなるんやろ。他のやつらはどうなるんすかね。来たれよ、人の道に目覚めし者、人間に未だ幻想を抱く者よ、いざなおう、真実を知らしめんために。これ魔王の言葉やな、多分クラウディアの言葉でしょう。クラウディアを倒すみたいなことなのかな、元クラウディアを。あ、もう動けるわ。え、うわ、真っ暗ってことか。あったあった、なかったなかった。おー、何これ。え、気持ち悪い。何やこれ。今まで移動したマップが見えてるのかな。うん、なんか今なんか引っかかったような、あれ。おー、でもなんもない。なんやこれ。あ、これは階段。あ、血のような跡が染みついていて読めない。これ魔王山のとこやんね。あ、入れへん。ちょっと待って、見とこうか。小鉄忍びの鉄鋼。いや、まあまあ強いっすこいつね。久しぶりやから忘れてるけどさ、いいね。久々やからかなり忘れてますけど、おっしゃ、行くぞ。とりあえずどうしよう。このマップはヌーベル・ルミエル。シャッ、聞いてる。めっちゃ強え。よし。そうそう、こいつ言ったら、まあ限界まで鍛えたわけじゃないけど、そこそこは鍛えたのよ。自分町行くべきか。こう範囲攻撃はな、なかったような。なんかあったっけ、無限長があっただけか。でもこれ多分ちょっと遅いんですよね。幻惑の遠吠え、無限長は遅い上に、あ、こいつ範囲ないよな。あ、そっか、カトンこれがあるんや。ただこれは同時に火の中に自分も入ってしまう技では、あれ？違ったっけ？あれ？あ、そうかそうか、これや。火炎ボタルや。火炎ボタルが、火フィールドに変えるやつね。オッケー。もうわかった。よし。修羅の印。風魔手裏剣を入手、骨肉を入手。修羅の印を覚えた。良さそうやん、めっちゃ。修羅の印、精神忍法、相手の精気を吸い取る。はい、とりあえずはお城行ってみますか。まさかこのマップで始まるとは思ってなかったが、まあでもそう言われたらそうか。おそらくあそこに入るための策が必要やから、あれっすね、何やったっけ、ブライオンでしたっけ、何でしたっけ、オブライエンでしたっけ、そういうなんかあれや、剣、ハッシュが持ってた剣をゲットしないとおそらくは開かないよ、おそらくはね。
アイテムとか今何も持ってない状態なんですよね。持ち物、ちなみに、あーもうマジで何も持ってない状態やな。オッケー、よし、はいや、土地狂っとるその魔王を倒すんやと思うんやけどね。楽しみ楽しみ。まずは情報を集めよう。あ、入れる。あ、怖いな。鍵開けれるんや。鍵さえあれば一応入れるってことか。なんやこれ。家の中まさかこんなんなってるとは思わないっすよね。全部そうなの、もしかして。うわ、敵出るし。マジか、敵出んの。そうなんや、くせえな。ちょっとあれ使ってみます。修羅の院、はい、吸収攻撃。うん、まあまあまあ。あー、しかも上がるのか。プラズマスパークを入手。プラズマスパーク何やったっけ。プラズマスパークは攻撃用アイテム、使えるんですよね。普通に使えるね。そう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 。鍵なー、どっかで取ってくるんやろね。おそらく全部一緒ですね。鍵がいるのか。なんか色おかしいな。おっ、お前出てきたやつ、あのジーンズの時にいっぱい戦ったやつ。ヘディング、カウンター技いいよな。こいつカウンター技持ってなかったっすよね。痛い、やめて。もうシェイ、だから戦闘能力的にはこいつはね、そこまで多分強くない。誰やろ一番強いの。総合的に判断すると誰かな。あ、でもちょっと待って、よく考えればですけど、クラウディアは選んだらどうなったんやろ。あ、あいつや。いや、こいつも強いっすよ。戦闘能力的には。おる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 。何してんねん。トレーニング中？腕立てですね、あれ。おーおーおーおお、背筋背筋。背筋背筋。仲間なるんかな？仲間を集めていくのかな？感謝の聖剣好きや。いや、こいつは強いっすよ。まあまあ、スト2編のやつですよね。こいつと、あの、老子は、にゃんにゃん剣はまあ強いよな。確実に。あとは、エスパーが欲しいな、近未来の。誰だ？え？こりゃ驚いた。中世風の城に忍者がいるとはな。ふふ。一つ聞かせろ。お前は俺の敵か？滅相もない。どっちにしてもできそうだな。お前は何をしてんねん。おもしれえ。やるんかい。陳謝術との戦い。ど変態やがな。何ちゅう名前してんねん。陳謝術ってお前。入ってこい。入ってこない。割と範囲広い攻撃いけますからね。修羅の院、まずはステータスをいただくぜ。はい、タイとレベルを上げて、浴びせ蹴り。当たるかよ。インポーかまいたち。はっ、しゃ、強いよ。めちゃくちゃ強い。よし、かまいたちがやっぱすげえ強い。やるじゃねえか。俺は陳謝術。俺もわけのわからないとこに来て困ってる。どうだ、手を組まないか。ムー、いやー、よっしゃー、来たー。簡単やな、陳謝術。お前何も持ってへんな、マジで。すーやん、陳謝術は。
まあ強いですからね、こいつは。もういろんなの覚えてるからね。何やったっけ、もうわからんわ。めちゃくちゃいっぱい持ってるやん、これ。ツーダが強いですね、ツーダ。なんか防御無視のツーダみたいな。あったあったあった。チンツーダですね。こっちにもおるんかな。いろいろ調べていこうぜ。え、これめちゃくちゃ強くなるんじゃない？ちょっと待ってよ。他にも仲間全然入ってくるんやんな。多分4人しか無理やと思うから、選ぶんかもしれないですね。多分全部ないわ。こんなもん、鎮痛だよ、こっちは。シェイ。どうかな？誰がいいかな？正直、ジンズも結構いいけどな。誰がいいかな？選ぶとなれば。ちょ、面白いな、これ。この城におるんかな？おらんな。この城、これで終わりなのかな？今ちょっとな、すいません。よく分かってないのでね。流れが。陳謝出。やお。ナイス。かまいたち。つえー。マジつえー。いや、菊丸にしてよかったかもしれん。これは。まあまあ、どうせ仲間になるんやったらね、メンバーが。まあ別に主人公というかこの主役は誰でも別にいいっすけどね、正直。どいつも別にめちゃくちゃ弱いっていうことはないから、そう、強いて言うなら自力回復できるやつはまあ強い。陳謝出、え、レベル3低ない？あ、そうか、こいつだけは雑魚戦やってないからか。もともとは強いから別にいいか。ちょっとここを見て。勇者の山に行った方がいいんやろな、おそらく。あ、倒しきれていない。いろいろできるんですよ。アロハリテ、トルネードプレス、スパイラルに、まだ複数のやつはあんまないのかな、こいつは。あ、これだけか。 M ボンバーは回転技でしたよね。せや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 。スーダ、アロハリテ、わからんの、わけがわからん。そうなんですよ。あのね、こいつはボスとしか戦ってないから、基本中ボスとしか。だからあんまりこのそもそも思い入れがないというか、雑魚戦を全然やってないから、一番すぐ終わったんですよね、こいつは。あ、おった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 。丸い鉄でできている、蓋のようなものが開いている。え、使えへんの？蓋のようなものが開いてる。え、なんやろ、なんか魂的な、電池的なものを入れないとあかんのか、バッテリー的なことかな。うわ、せっかくおったのにな。まあだからこのマップ、中世編のマップでやることが全部完結するんでしょうから、じゃあ勇者の山行こうか、まずはね。割と敵が多いんですよ。割とエンカウントがあるんですよね。全体で言うとこれ、まあ、M ボンバーだけか。ここ入り込んでの M ボンバーか。多分まあまあ強いと思いますよね。え、弱っ。
マジか弱M ボンバー弱いな。まあまあまあ敵にもよるのかな。よし、ちょ、陳射出ね、微妙。ちょっとね、装備もクソもなんもないからちょっと変えたい。やだ、オッケー、通打的なことかな。M ボンバー全然やもん、全然ですもん。ジンズ来てくれ、ジンズこっち来てくれ。お、行った。やば、ちょっとこいつマジで、こいつ2だは間違いない。2だ、そうでもねえな。あ、そうそう、勇者の山のさ、血のような跡が染みついていて読めない。勇者の山のさ、岩、あれもここでおそらく開けることができるんじゃないでしょうかね。可能性高いですね。やめたれ。違うのやってみる。トルネードプレス、イヤオー。パッとせんな、パッとせんね。なんやろね、もうちょっとさ、200クラスのさ、おお、これ強えわみたいな見せてほしいな。ちょっと置いてくれる。あんたのせいでいけないんだが、やられてばっかりやもんこいつ。やめても、うわ、めっちゃ守備力も低い、あかんこいつマジで。よかったこいつ主人公に選ばんくて、新射出を。何行こう、何行こう、スパイラルに行こうか。ああ、まあ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 、ええやん。スパイラル2はそもそもすごい、苦労した技ですからね。そう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 、そうなんですよ。あの、敵にやられてた時にめっちゃ苦労したやつやからね、スパイラル2は。オッケー。こいつね、多分装備がしょぼすぎて守備力がもう超難ありなんですよね。まあちょっと菊丸のやつを渡してもいいけど、まあええか。ハッシュはさすがに仲間にならんと思うから、そういうことじゃない。まあまあハッシュはそもそもいないですけど、おそらく歴代主人公のうちのまあ4人3人かが仲間になるパターンなんでしょうね。もしかしたら選んだ主人公によって違うとか、そういうことなのかもしれないですね。可能性あるな。これ菊丸選んでるから、このこいつが来てるっていう可能性はありますね。 M ボンバー OK、まあ、物理が効きそうな相手になら、それなりのダメージが期待できるということですか。あれ、これ山頂、あ、これ山頂や、来てもた。あ、おろ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 、おった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 、よかった、人がいた。来たー、来たよ、にゃんにゃん県のユン。ここは一体どこですか。え、あなたにもわからない。ここでこうしていても仕方ありません。一緒に調べてみませんか。ムー、あちょ、いや、こいつ強いですから、こいつは間違いないですから。しかも奥義的なものも使えるはずやから、だいぶ武闘派で来たなこれ。なんかこれ強いっすから。よし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 、シマリスケ。あれ、でもマックス技みたいなのはないのかな。まあまあ、シマリスケがあるから、もう装備は
よし、いっぱいついてる、いっぱいついてる。いや、強いわ。いいっすね、いいっすね。よし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 、これは期待できますね。ブライオンでござるか。あったんかい。見つけた、ブライオン。装備はできんよな、装備はできんよな。いやでもまあブライオンがあったらあそこが開くんやと思うのよね、多分。よし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 、いいぞ。怖っ、怖いな。もうあいつ邪魔やな。敵はめっちゃ弱いっすね。でも雑魚としては超弱いんですけどね。パンチャマスパイラル2、スパイラル2を食らいやがれ。ゲイヤオ、いやオッケーなやつばっかやねんな。あー、おったおったおったは、え、こいつもまあまあ強いっすよ。まあ、でもそこまでは分からんけど、どこ行くねん。あ、入れへん。嘘やん、仲間ならへんの。あれ、どこ行った。あ、キラキラして、なに、あ、キラキラ。鉄でできた箱、よし、これや。ジンズのバッテリーやな、おそらく今のが。来ましたね。やお、ミラードライブ。あー、なんか懐かしいな、ミラードライブ。ちょっと待ってね、こいつさ、ソードビュー、王国の兵士たちの変化した形か。こいつも技は、範囲技はあんまないのよな。竜子両刃腕、範囲技ないし邪魔やな、もう。めえめえ、もうあんた邪魔、もう。 V モンキーアームロックをかけていく。十文字切りシャッシャッ、オッケー。あいつどこ行った、ガンマン。ガンマンどこ行った。仲間にならないんですかね、ガンマンは。あ、おった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 、何してんねん、何してんねん、マジガンマン。オッケー、エムボンバー。あの、なんかあの、ザンギエフのあの技にちょっと似てるな、ラリアットみたいな。あれ、そう、もうこじらした場所におるわ。回り込まないといけない。出たー。どうする、かまいたちと頭に叩き込む。強い、めちゃくちゃ強い。お、炎手刀。全然あのユンまで回らないっすね、順番が。普通にうち強いからさ、全然ユンの活躍がいらないですね。こっちでいこうか。はい、 OK。 フランケンシュタイナーいっちゃう。フランケンシュタイナー、さあ見せてみろ、炎手刀、炎手刀。イヤオ、まあ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 、めちゃくちゃ爆発的に強いってことはない。
じゃあやっぱ菊丸が突出してるのか。いいね。いやそうなるとあのなんか剣取りたかったな。なんか今から考えたらさ、最初のショーのあのめちゃくちゃ強かったあのボスね、なんか隠しボスみたいなやつ、あいつぶっ倒したかったな。アロハリテー、あこれもあんま強かったんじゃなかったっけ。弱い、全然やん。投手刀、冷たいってなめんじゃないよ。キックは唯一ねカウンターがないっていうね。かまいたち終わりだな。ケイガリアンはどうやったかな。正直強さが分からんねんな。悪くはなかったと思う。技はなんか遠距離の技で結構多彩やったような記憶はあるけど、どうやったかなっていうね。パンチャマキック、鬼不動返し、浴びせ蹴り、え石、お前何してんの、お前何してんの。こっちはシマリス客やから、シマリス客が強いんですよ。チャルカナが足引っ張るわ。もうシマリス客え弱い。まあ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 こんなもんか。とりあえず仲間にしようよ、とりあえず仲間にしようよ。うわ、またかよ。もう。え、なんなん？あんたらもさ、声をかけなさいよ。なんでぼーっと見てんのよ。おいしょー。です。虎の服を入手。お、来た。虎の服を入手。ちょっと待ってくださいね。菊丸は？防御は下がるけど力が上がる。とりあえず陣地射出に着せよう。防御がゼロですからね、ひどい。いやでもこれはありがたい。ちょっとやっぱ装備を手に入れるというのはでかいね。あいつどこ行ってん、探すん大変なやつやでこれ。やったかわした、シマリス客。オッケー。このフィールドのどこかにおるんですかね。ちょっとあの岩場見に行こうか。隠し岩場みたいなところ、なんもないのかな。いいっすけどね、もうジンズに魂吹き込んでジンズ仲間にしたら別にそれでいいけどね。大きくレベル上がった。技覚える？忍法火の鳥、虎のコテを入手。きた、こいつ虎系の装備もらえる。虎のコテとりあえず、あプラズマスパークも一応つけれるのか。いいやん。え、めっちゃ力強くなってきた。これプラズマスパークつけて陳謝します。あの岩関係ないかな。これは僕がやってみます。来た来た、あの技使え。はあ、やったー、お、やったー。何も役立たへんやん新射出。オープン、よし、じゃあここで引っ張ろうか。次回この穴から行きます。